ベルリンのエジプト博物館に展示されているウェストカーパピルスエジプト文学は古代エジプトを起源としており現在知られている最も古い文学の一部であるエジプト文明は今日のような本という形の文学を発達させた最初のものであったエドウィン・スミス・パピルスのプレート録と7ニューヨーク医学アカデミー基調書室所蔵古代エジプト人たちはパピルスだけではなく 壁、墓、ピラミッド、オベリスクなどにも作品を書いた。古代エジプト文学の最もよく知られている例は、シヌヘの物語であろう。他の有名な作品として、ウェストカー・パピルス、エーベルス・パピルス、死者の書などが挙げられる。古代エジプトの文学の大部分は、書位、知恵文学であったが、娯楽のみを目的とした、神話、物語、伝記などもまた存在した。 自伝はエジプトの最も古い文学形式であったと言われている。ナイルガーは古代エジプト人たちの作品に強い影響力を持っていた。アレクサンドリアにやってきたグレコローマン世界の詩人たちはこの地に暮らすスーダの芸術の被護者たちによって支えられ、またアレクサンドリア図書館の資源を活用したのである。リビアのカリマコスやシラクサのテオクリトスなどを含む、 数多くの偉大な思想家たちが古代世界の至るところからアレクサンドリアにやってきた。とはいえ、この時代の偉大な長術家たちがすべてエジプト外からやってきたというわけではない。エジプト人の重要な詩人の一人にロドスのアポローニオスがいる。アレクサンドリアは紀元1の4世紀頃にかけて原始キリスト教の重要な中心地の一つとなっていた。コプト文学の作品は 当時のキリスト教文学に大きく寄与し、またナグハマディ写本は、これがなければ失われていたであろう数多くの書物の保存に役立った。8世紀までにはエジプトはムスリムのアラブ人によって征服された。文学ととりわけ図書館がムスリムの征服者によってもたらされた新しいエジプトの下で繁栄した。この時代にはいくつもの重要な変化が起こり、 エジプトの書き手たちに影響を及ぼした。パピルスは紙に置き換えられ、初期法としてカリグラフィーが導入された。また、除述の焦点がほぼ完全にイスラム教へと転換した。エジプトで書かれた最初の小説はイブン・アンナフィースの独学の神学者であり、これはサイエンスフィクション及び哲学小説の最初期の例であった。今日の書物に見られる宣伝文のような 文学作品を称える短い文の概念も14世紀の中世エジプト文学に遡り、中世アラブ文学ではタクリーズとして知られていた。千代人よ物語の話の多くはその起源を中世エジプトの物語の伝統にたどることができる。収集され一つのコレクションに編纂される以前から、これらの物語はルフしていたものであろう。中世エジプトの民間伝承は15世紀までに、 地と人う物語としてまとめられた三つの層になる物語の層のうちの一つであった。もう二つは古代インドペルシアの民間伝承とアッバース朝時代のバグダード由来の物語である。19世紀後半から20世紀初頭にかけ、アラブ世界はあるハダと呼ばれる文学を含む生活のほぼ全ての領域に影響を及ぼすルネサンス的な運動を経験した。 この時期の最も重要な人物の一人は、エジプト人初のノーベル文学賞受賞者となった、ナギーブ・マフ・フーズであった。1914年には、ムハンマドフ・フサイン・ハイカルが、ザイナブを書き、これは、エジプト初にして、イスラム圏発の現代小説と考えられている。後に教育大臣にもなったターハー・フセインも、あるナハダの代表的な作家の一人である。 アブドルラフ・マーンシャル・カービィーは、大地で、農村の工房を用いながら内流が支援に生きる、農民の姿を描き、農民文学の先駆者となった。この農民文学の潮流からは、ハラームのユーセフ・イドリースや、カワキのハサン・ムハッシブなどが現れた。ありがとうございます。